ウルトラさんをね個人的に買ってきたんで、まあ、せっかくなんでよくある中古ロムの中身見てみようの回やってみようと思いますね。とりあえずデータあるところからだぞ、頼む。58時間、まあまあまあいいんじゃないか。とね、俺ニセトロとか持ってないからあれなんだけど、直撮りで非常に申し訳ないんだけど、おおちゃんと育ててんじゃん。え、プレシャスボール入ってる。アルセウス、これ正規だろさすがに。色違いレックウザの正規入ってる。ポケセンとウルトラネクロズマ、いいですね。俺ね、欲を言えばね、色違いカプが欲しいんですよ。色違いカプが。サザンドラ、生意気。あ、これ正規じゃねえか。正規のプレシャス法王じゃん。アシレーヌ、ガルーラ、アッサム。色違いとかいてくれたら嬉しいけどね。100ってことは、これレベル100のやつってことか。いいポケモン持ってんじゃん、いっぱい。法王とかも嬉しい。ガラガラ。あ、ダイゴのメタグロス入ってる。あ、サトシ月光がじゃん、絆変化。不思議花。きた、マッシブーン。え、色シルバディ入ってる。え、これ当たりだろ。やった。え、これめっちゃさ、レアなやつじゃないの？色シルバディの正規のさ、なんていうのこういうの。なんちゃらシルバディって言うじゃん。輝きシルバディみたい。え、めっちゃ嬉しい。これ当たりロムだろ、どう考えても。ズガドーン、デンジュモク、マッシブーン。さすがに、ウルトラビーストの色違いみたいなのは入っていないと。なんでペルシアンだけここにいるんだ。カミツルギ。しかも、ウルトラムーン専用の、これウルトラさんなんだけど、ウルトラムーンにしかいない、あれも、いっぱいいると。え、見て。めっちゃ伝説いる。色、え、あ、俺ボルケニオン持ってないから超嬉しいんだけど。ボルケニオン、ユクシー、エムリット。え、これガチ当たりだろ。しかもこれ正規ビクティにしよう。俺ビクティに持ってない気がするんだけど。いや、持ってるわ。ビクティに持ってるけど嬉しい。なんか1匹くらい色持ってたりしないかな、この人。正規のさ。あ、コケコは通常色か。ユクシー、コケコ。ダークライの正規も嬉しい。ラティオス、サンダー。え、しかもこれスピードボール入ってんじゃん。サンダー、ボルト、マギアナの正規まで入ってる。カプブルル、あ、マーシャドウの正規も入ってる。なんでこのデータ売っちゃったの？ヒードランだろ？ミュー、え、すげえ。20周年ミューってこと？正規だよ、これ。で、キュレム、これはまあ通常色だな。ミュー2。おーは、これはまあおそらく自分で捕まえたやつだろうな。ジガルデに気合の助けを持っているトルネロス。え、これガチでいい。いや、まあまあまあけど、俺色違いのカップとかいたらめっちゃ嬉しいなと思ってたんだけどさ。十二分に当たりでしょ、これ。こんなもんか。やけどさ、これ、いや、シルバディの時点で当たりじゃ、あ、なんかいた。シルバディの時点で当たりじゃね？アッサム。あ、これあれじゃん。レアピカチュウじゃん。レアピカ様。公平。ゾロは、パイプヌルもいる。けどさ、これさ、あれだよな、続編やってないよな。多分ここまでさ、いっぱいいろいろ持ってんのにさ、続編持ってない系の人だよな。え、シルバディ速攻剣立て連れて行こう。タイプヌルなんでこんないっぱいいるんだ。これさすがに改造みたいなことないよな。サナ、いいデータだな。しかもよく見たらここにもピカチュウいるわ、ちゃんと。え、めっちゃすごくね、このデータ。これで動画1本にするから、どっかのおまけとかに貼ろうかなと思ってたけどさ。いや、このエーテルシルバディガチで当たりでしょう。そしてこの伝説の山ね。いや、これガチで嬉しいわ。ありがとうございます。俺が大切に使わせていただきますよ、このポケモンちゃんたち。